ドラマや映画ではカメラを揺らすことで心の不安定感や急いでいる切迫感を演出することができます。今回は滑らかな動きや固定カメラを手持ちカメラのように揺らしていきます。エフェクトプリセットからウィグルポジションのアニメーションプリセットを映像クリップに適用します。するとポジション、つまり位置に関して揺れのアニメーションが自動的に加わるようになります。映像の端の方がはみ出ないようにスケールで拡大しておきましょう。トランスフォームの位置にウィグルのエクスプレッションを作ってもいいのですが、 今回はエフェクトの中のウィグルの量、ピクセルに対してオールトクリックでエクスプレッションを追加していきます。ここにウィグル350と記載することでプリセットの揺れに加えランダムな揺れが加わりリアルなブレが作れます。ウィグルのカッコ内の左の3は頻度、つまり周波数を表し、右の50は振幅、つまり強さを表すので映像によって変更していきましょう。ウィンドウでウィグラーのパネルを表示しておくことでキーフレームの範囲内に揺れを作ることができます。位置を開いておき、 カメラを揺らしたい区間にキーフレームを2つ打ちます。位置以外にもスケールや回転などにも応用することができます。キーフレームを2つとも選択している状態で、ビグラーのパネルから周波数で1秒間にどのくらい振動するかを決めていき、強さで揺れの度合いを決めておいたら適用のボタンを押しておきます。するとキーフレームの間でさらに揺れが発生します。爆発した際の衝撃などで揺らしてみてもいいかもしれません。カメラが揺れた時にブラーを作るため、エコーのエフェクトを加えていきます。 エコー時間をマイナス0.02にすると0.02秒後に残像が発生します。エコーの数は残像の数ですが20くらいにしておきます。減衰では残像の不透明度を段階的に表示できますので0.5にしておきます。最後にエコー演算子を最大に変更すると下の映像と合成されていい感じのブレが出来上がります。